こんにちは、バトラー軍曹です。まあゴールデンウィーク入りましたね。新隊員とかであれば初めての外泊です。なんかね、久しぶりに実家に帰って同級生と一緒にご飯食べたりとか、人によってはね、遠くに旅行したりとかする方も出てくると思います。十分に楽しんでください。新しく社会人になって、自衛隊で勤務をしていて、訓練だったり、こういう教育とかで何も問題がない人であれば、もうそのまま頑張ってほしいと言うんですけども、この時期になると特に多くなる人、悩みですね。これがね、自衛隊辞めたくなる人結構出てくるんです。軍曹もこの SNS の活動でね、ライブ配信、YouTube とか TikTok よくやってるんですけど、このぐらいの時期になってくると、そういった新隊員とか、特に若手の隊員ですね、ちょっともう、自衛隊どうしようか悩んでますっていう相談、結構 DM で寄せられてきます。これはね、新隊員教育、自分班長行ってた時もそうなんですけど、ほんとこの休暇に終わる、帰るっていうタイミングで、こういう風にちょっと、職業ブルーになってしまう方っていうのは確かに出てきます。正直言うと、軍曹も最初そうでしたよ。自分の場合は人間関係とかは結構恵まれてたんですけども、訓練に結構ついていけないことが、実はあって、で、それで自分は勘違いしてて、訓練についていけないとクビになるんじゃないかって、そういう不安で、ちょっと悩んでたっていうのはありました。体力に自信がなくて悩んでますっていう方もライブ配信で聞くんですけど、正直ね、自衛隊の新隊員教育の段階で体力がなくても大丈夫です。自衛隊の訓練は段階的に負荷をかけていって、しかも継続的にね、そういう訓練を行っていくから、部隊配置する頃にはついていけるレベルには実は大体の人はなってるんですね。ただ新隊員教育で最も多いなと思う問題は人間関係なんです。これはね、一般の会社や、他の公務員、どの業種でも当てはまることなんですけど、もうね、しょうがないです。組織に勤めてる以上、これはもう一般企業も同様です。他の人とうまくやっていかなきゃいけない。もうこれは必須条件なんです。軍曹は1年目の時、もうそういったこと全く知らなかったから、もう上司とか同期とかにもう関係なく思ったことをパって言っちゃう人だったんですね。もうそういうこともあって、部隊配置してから、ほとんどの人から最初嫌われてたんです。でも、自衛隊の年数を重ねていくうちにね、社会で生きていくには、自分はこういう風な態度を取らなければいけないなっていうのがだんだん分かってきて、次第に部隊の人と、仲良くなれたっていうのが、実は、偶然もあったんですよね。だから、最初の段階でうまくいかないっていうのは、ほとんどの人そうだから、試行錯誤して、もう少し頑張ってみるっていうのは、僕としての意見としてはあります。そんな若い時、もう長州門だったバトラー軍曹に、今の自分が伝えるのであれば、そんな気にしなくていいよ。でも、ほどほどにしなさい。くよくよしても、もう何の得もないからね。あとね、新隊員教育の中で同僚ですごい嫌な人とか、いじめてる人ってもしいるのであれば、大丈夫です。3ヶ月後にはもうその人とは会うことないです。念のためね、もうその人が希望しないような職種や認知にもう転属するのが一番いい。自分のやりたいことがうまくいかないっていうのは正直なところ組織でいるともうどうしても起きます。ただ、環境、周りの環境を変えれなくても自分自身を変えることはできます。自分のなりたかった職種になれなかったとしても、そこで自分が求められる存在になったり、周りの人から尊敬されるような、ことを目標にしていくってことは全然できるから。むしろそっちの方が楽しいよ。だから自衛隊でこの先ね、自分の思い通りにいかないっていうことはたくさんあると思います。そういった場面に当たるたびに、自分はどんなことをやっていけばいいか、目標はどんなことを持てばいいのか、これを常に考えていきましょう。人間関係での悩みっていうのは、先ほど話したようにね、いろいろとあるんですけども、これとは別で、結構自衛隊あるあるなのが、自衛官退職してから、定年後、要は転職先ですね。もうこれ本当に多いです。もう最近ではね、入隊1年目の段階で、自衛隊退職したら将来どうなるかな、不安になる。もうこういった方って本当にね、多くなってきた印象があります。もう心配する気持ちはわかります。でもね、もうこんなこと言ってもね、わかんないよ。未来なんて誰もわからない。
ね、将来この仕事だったら食いっぱぐれないとかあるけど、ないよそんなの。何年経っても食いっぱぐれないなんて、そのスキル一本でずっと食っていけますなんてものないよ。一見ね、そういう風に見えるかもしんないけど、まあ、その人っていうのはその他の能力、例えば問題解決能力とかそういったものが他より秀でてるから、そこに自分のスキルや資格、そういったものが合わさってその人の評価というふうになってるっていうのがあるから、資格やスキルだけで一食っていけるっていう考えはあんま持たない方がいいです。結構これ自衛官の方多いなって印象がありました。まあ確かにね、軍曹も新しいことやってみたいって思って自衛隊辞めた身だからさ、めっちゃ考えましたよ。だけど何を基準にしてるか、自分のやりたいことを何を一番大事にしたいかっていうのを基準にしてから考える、これでいいんじゃないかなと思います。例えばね、それがお金だったり、まあ、給料ですよね。あとは休みが充実してるとか、あとは自分のやりがいがあるとかね、周りから尊敬される、何でもいいです。自分が、まあ、今思う中で一番大切にしたいことの基準を見て、それが、まあ、見つかれば自衛隊を退職するでもいいし、それが自衛隊だなと思えば続けてもいい。特にどちらでもないんだったら正直続けた方がいいです。はい。でも自衛隊辞めたいなと思うその悩みがね、例えばさっき言った上司との人間関係がものすごく困っているとか、あとは、まあ、自分がやりたいことと本当に違うなっていうのをもう一回考えてね、あ、違うなと思ったら正直軍曹はね辞めていいと思います。この自衛隊11年間やってて、自衛隊を本気で辞めたいなと思ったのはこの辞める直前まで実はなかったんですよ。どうしようかなっていう思いは何度かありました。でもしね、自分がね、貯金が少ないで就職も決まってない思ってもね、大丈夫、バイトがあるから。いや、バイトって本当にすごいよ。軍曹はね、まあ、自衛隊辞めてそういうデザイン関係の、まあ、フリーランスとして頑張ってみたいなと思って始めたんですけど、最初の頃全く仕事ありませんでした。もしね、自衛隊に自分がいた時にその環境になってしまうって思うとね、もう本当に自分が生きていけるのかっていう不安になってたかもしれないです。だけど世の中アルバイトめちゃくちゃあるんですよ。そう思うとね、自分のやりたいことが続けられるって思えるなら、そういう意味ではね、アルバイトって自分はいいと思います。エンジニアとか、まあ、プログラマーだけじゃなくてデザイナーでも誰でもいいです。フリーランスやってる方でアルバイトをしてない、もう一本ですらやってますってほとんどいないです。それくらいもうフリーランスの業界で一本で食べるのは本当に大変だからこそ、まあ、そういった人たちがいるから気にしなくていいよ。やりたいと思ったら、なんかこういくら貯めたらやめようとか、この資格を取ったらやめようとか、正直ねもったいないです、時間が。まあ、ただずっとそのバイトを勤めていくっていうのはさすがにね不安になると思うから、それまでにね、自分のやりたいことだったり、あとは転職活動のこうつなぎ、そういったことでも考えても全然いいと思います。だからもしね、自衛隊辞める理由の中で仕事どうしようかなって考えてる方、そういった道もあるから、これから自衛隊この仕事で大丈夫かなと思っても問題解決能力だったりそういったところとかも身につけることできるから、だから心配しなくていいと思います。まあもし周りでそういう相談ができないのであれば、軍曹は毎週水曜日に YouTube でライブ配信やってるし、不定期で TikTok ライブもやってます。そういったところで相談とかどんどん受け付けてるから、もし困ったなと思ったら声かけてください。ぜひ待ってます。軍曹もね、これからもどんどん動画投稿していくので一緒に頑張っていきましょう。それでは次回の動画でお会いしましょう。それではまた。